皆さんこんにちは。今回は、佐川前国税長官の不起訴についてお話をします。まあ、ご承知のようにですね、もう森かけ問題って結局もう2年かかってるんですよね。あの森友の問題、あるいは加計学園の問題で、そのこの、佐川さんというのは佐川、前理財局長ということでですね、財務省の本省のですね、この担当部署の、局長でした。国有地は売りません。で 森友学園関係ありません。もうダメですダメですダメですずっと蹴ってたんですね、もう何年間かね。でところがですね、籠池さんが、昭恵さんと一緒に写真撮りました。昭恵さんがいい土地ですね、進めてくださいとおっしゃいましたという途端ぐわーっと変わってですね、そして9億円の国有地をですね8億円以上値引きして、叩き売ってしまったと。そして全て今まで異例のことですけども、要するにお金をその払えないのに分割しますとか、あるいは将来買い取りという約束で貸し付けるとかですね、今までやったこともないことをどん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 進めたんですね。おまけにですね、普通はあの申請者が一生懸命こう来るわけですよね、財務省に。ところが財務省から、あるいは近畿、財務局からですね、その籠池さんのところに行ってですね、もういろいろこうしていただいたらいいんですけど、こうしていただいて、いやもっと安くせんとあかんわ、これやったら昭恵夫人に説明できへんわ、言ったら、まあ、そこをなんとか、もうこれギリギリですのでここで我慢してくださいみたいなことで、結局あの契約が進んでしまってですね、おまけに建物も建ったと。ところがですね、まあ、あのこれはあのあまりにひどいということで、結局認証取り消しになって、籠池夫妻はですね逮捕までされてしまったんですよね。で、その間ですね、理財局はもうあの局長が、あの佐川、理財局長が国会で知りません、やってません、そんな証拠ありません、書類もありません、廃棄しましたというふうに、まあ、いろんな嘘をつき続けたんですよね。嘘の数を数えた人がね63回と言ってましたよ。で63回嘘を ついてですね、それに合わせてですね、書類あるんだけどじゃあ捨てよ、いや書類にはこう書いてあるんだ、書き換えよ、書類は、保管してるんだけど、いやそれをもう廃棄したと言おうというふうにですね、もうひどいことがですね、財務局本省のね、財務省の中で1年間起こって、そういう状況の中で、起訴されたわけですね。にもかかわらず、実は5月30日付でですね、不起訴が確定しました。理由はその全てが嘘とは言えない、そしてその8億円の値引きはやっぱり不当なんだけども、それは国家に損害を与えたとか、あるいはいろんなその不法なことが行われたというのも、それはその犯罪とは言えないということでですね、不起訴になりました。そして訴えた側はですね、神戸の大学の教授たちですけども、弁護士の、グループですけども、それは、高等裁判所にあの上訴すると、あの控訴するということに、なりました。しかしとにかくあの安倍化する社会のですね、非常にもう典型だと思います。とにかくありえない、国民の常識から、あるいは社会の常識から、犯罪の常識から言うと絶対許されないことをですね、国のトップがですねそれをやり続けている。政治というものそのものがですね、あの司法よりも優先してですね、司法をコントロールしてしまっているというひどい状況ですね。最後に一つ、実はあのすぐあのここ最近ですね、5月の二十何日だったかな、籠池、夫妻が、保釈をされました。10ヶ月勾留されてたんですね。10ヶ月の勾留って普通ありえないわけです。だから夫婦なのに、もう本当にその完全に独立で全く会えない状況、おまけにそこにはですね、実は面会もできない状況、つまり重犯罪者と同じことなんですよね。でじゃあなぜそういうことになったのかというと、これはもういろんな人が言ってますけど、国策逮捕、つまりこれ以上なんか言われたら困るから逮捕、そして理由もないのにもね、関わらず10ヶ月もそれを延長したということ、おまけに途中にですね、もう家を差し押さえしようかということで、家を潰してですね、さら地にして売ろうかという意見が出てきたんだけども、いろんな世論でですね、それはもう国策というか国家のですね犯罪だということで、いろんなあの意見で結局それは取りやめになりましたけどね。要するに本人たちを喋れないようにあの交流しておいてですね、面会もできない、情報は出せない、知ってることは言えないという状況、おまけに家にはいろんな書類があると思いますよ。それを家をぶっ
ぶっ壊して更地にして差し押さえして売ってしまうなんてもうとんでもないことです。だから本当に安倍化する社会の最も大きなあの事件がこの森友家計問題です。この社会を本当に子どもたちに恥ずかしくない、そして私たちが安心して進める社会にぜひしたいと思います。よろしく。